えー、ということで、今日はですね、最近発売された iPhone16,、えー、こちらについてお話をしたいと思います。えー、まずですね、ホリエの Wi-Fi キャンペーン中ということで、えー、iPhone 発売記念ということで、私がね、えー、購入した iPhone16 Pro Max、えー、こちらの方ですね、えー、X モバイルのですね、えー、キャンペーンということで、まあ、ホリエの Wi-Fi とホリエモバイル、ホリモって出してるんですけれども、 まあこちらの無料料金診断とやっております。えー、こちらの無料料金診断なんですけれども、なんとですね、ドコもソフトバンク、au、そして最近、楽天ということで、ホリエの Wi-Fi R というのができました。えー、この 4, 4つのキャリアのですね、電波が一番いいところでつながる。そして、えー、月間 300GB まで使えるということでですね、ほぼ無制限と言ってもいいでしょう。えー、こちらの方のですね、無料料金診断をやって、 私の X のアカウント、そして X モバイルの木野社長のアカウントをフォローしていただいて、無料料金診断のスクショを貼り付けてリプライをしてくれるとですね、なんと抽選で私も購入したですね、iPhone Pro Max が当たるかもしれないというキャンペーンやっております。えー、無料料金診断をしてもですね、まあまあ、大体の人、大抵の人安くなりますので、ちょっと試しにやってみるといいんじゃないかなと思います。ということで、気になる iPhone16 なんですけれども、 ええー、まあ、なかなかね、今回ですね、えー、A18 というですね、新しいチップが搭載されております。えー、こちらの CPU、GPU ともにですね、非常に、えー、性能がアップしております。プロにな、えー、プロはですね、さらにそのコア数が増えてるのかなえー、その A18 プロということで、えー、さらにですね、えー、進化した Apple の、おまあ、専用のチップが、 アップルが設計してファンドリーが作ったチップが搭載されてるんですけれども、これ、これポイントなんですけれども、カメラのね、なんかこういうところにこう、カメラ専用のボタンがついたりとかですね、カメラの機能をこうボタンでちょっと、物理ボタンでですね、制御する機能がついてるなんていうふうに言われております。またですね、えまあ、フレームレートが上がったりとかですね、画像の品質が 4K、 え、で取れる部分がすごく増えたりとか、カメラの性能アップばっかりに結構皆さん、えー、頭の方行ってると思いますけれども、これポイントは何かというと、Apple Intelligence と言われる、まあ Apple の専用に開発した AI ですね。ちょっと Apple、えー、今回の生成系 AI ブームには出遅れてましたけれども、ここでなんと OS レベルでキャッチアップするということで、まさにマイクロソフトが出している高パイロット PC に対抗するような形だと思うんですけれども、 なんと OS レベルでですね、AI の、生成系 AI をですね、実装するということで、まだ残念ながら日本語版は来年になるんですけれども使えないんですが、AI、Apple Intelligence Ready の端末になっているということで、これね、重要なのはですね、僕、生成系 AI ってのは基本的に今クラウドで処理をされてます。そしてですね、学習プロセス、そして推論プロセスとに分かれてるんですけれども、 まずですね、ネット上の大量のデータ、これを元にして学習をします。それをクラウドにバンと、AI のこう頭脳みたいな形で、えー、クラウド上にボンと置いてあるんですけれども、そこにプロンプトを出してですね、いろんな作業をさせるんですが、この部分、推論プロセスと言われます。この推論プロセスも今、クラウドで、OpenAI とかですね、クロードとかですね、こういったやつはですね、全部、クラウド上でやってるんですけれども、 え、なので、一人一人割り当てられる、この推論プロセス用の、ま、プロセッシング、の、ま、あの、時間というかですね、パワーというのはですね、こう、シェアリングされてるわけですけれども、え、Apple Intelligence、今後の進化を考えるとですね、この、いわゆるエッジコンピューティングと言われる、この端末ですね、端末、あの、端っていう意味でエッジっていうんですけれども、え、要は、クラウドではなくて、その、それぞれの、え、ローカルにある、この、スマホで、 え、AI の処理。特にその推論プロセスをこちらの方でやっていく流れになるんじゃないかなと思います。で、最近の研究で、この推論プロセスにプロセッシングスピードを、スピードとかリソースを使うとですね、非常にあの、AI の性能が良くなるということがですね、最近、えー、まあトレンドになっておりまして、まあ、 あの、クラウド上のオープン a i のチャット g p t とかですね、クロードとか、こういったものもですね、推論プロセスにより、あの、コンピューティングリソースを削くようになってきてるんですが、Apple やはりこのハードウェア、この上にですね、CPU、GPU を持ってる、特にこの GPU に関して言うと、おそらくこれから、どんどんその、 単なる、こう、もともと GPU っていうのはポリゴンとかですね、こういったものを処理するために行列計算をえやるような、まあ、いわゆる汎用行列計算プロセッシングエリットだったわけですけれども、これをより AI に特化させた形での行列計算できるようにしているのが、まあ、AI 用のチップなんですが、各社、しのぎを削って、特にこのエンジコンピューティング分野でのですね、え研究開発とか言います。研究開発というのは非常に盛り上がっていると。 まあここだったらオープン a にも勝てるんじゃないかということでですね、各社が今、しのぎを削ってる状況ですが、こちらに Apple が OS レベルでえ参入してくるということで、非常に期待しております。まあ、例えばですけれども、写真の検索。これまで GPS とかジオタグみたいなものとかですね、タイムスタンプとかですね、こういったものからしかえ検索がなかなか難しかったわけですけれども、これがですね、ローカルに入ってる写真、 なんか、写真とか動画とかですね、こういったものを AI で、え、認識をして、え、例えばですね、何かこう、え、お寿司を食べてるところの写真を出せとかですね、こういったプロンプトを出すとですね、瞬時にこう、あの、アップルの写真ホルダーからですね、お寿司を食べてるところが出てくると。え、とかですね、こういった、非常にあの、検索だったりとかですね、自分がやってること、そのローカルのですね、このスマートフォン上でやってることがですね、すべて、 え、AI が処理をしてですね、え、アウトプット、プロンプトに対してアウトプットを出してくれる。そういう、それがまた、これがね、あの、大事なところなんですけど、新しい機種に、Apple は、あの、開えさせたいわけですけれども、え、これまでの、ま、例えばちょっと古い機種、3世代ぐらい前の GPU だとですね、多分この AI、Apple Intelligence が、あの、遅いと思います。AI ってものすごく、あの、GPU のパワーはすごく取るので、そういったところ、 電池を消費しにくくなってたりとか、スピード自体が上がってたりとか、AI に特化したライブラリーが入ってたりとか、そういったところでですね、やはり最新機種を買った方が AI の処理めちゃくちゃ早くなるし、性能が良くなるんじゃないかなというふうに思います。えー、ということでですね、iPhone16 以降のですね、魅力というのは、カメラとかそういったものよりもですね、Apple Intelligence がいかに使いやすいかどうか、 え、こちらの方がポイントになってくるんじゃないかと思いました。ぜひですね、ホリエの Wi-Fi とともにですね、お買い上げいただけるといいかなと思います。えー、ワンチャンですね、先ほど冒頭に言ったですね、キャンペーン、えー、応募すると iPhone16 Pro Max も当たるかもしれないということで、いってらっしゃいドコモ、au、ソフトバンク、どれでもつながるホリエの Wi-Fi、Fi、タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながるホリエの Wi-Fi、Fi いってらっしゃい